そして、杉が何を持ってか寺田屋から姿を消してしまったのは、それから間もなくのことだったが、その行方を虚しく探しているうちに一年経ち、ある寝苦しい夏の夜、とせは、遠くで聞こえる赤子の鳴き声が耳について、いつまでも目が冴えた。生まれて10日目に死んだ妹のことを思い出したためだろうか。一つには、 トセはなぜか赤子の鳴き声が好きだった。父親も赤子の鳴き声ほど混じり気のない真剣なものはない。あの火のついたような声を聞いていると自然に心が澄んでくるといいいいしていたが、そんな難しいことは知らず、トセは鳴き声が耳に入るとただわけもなく引きつけられてちょうどあの黙々とした 無心に体を焦がし続けているホタルの日に、じっと見入っている時と同じ気持ちになり、それは何か自分の指を噛んでしまいたいような、自虐めいた快感であった。赤子の鳴き声はいつか消えようとせず、降るような夏の星空を火の子のように飛んでいた。じっと聞き入っていたとせは、急にハッと起き上がると、 はやの外へ出た。そして、表へ出ると、果たして鳴き声は、軒下の暗がりの中に見つかった。捨てられているのかと抱いてあやすと、泣きやんで笑った。蚊に食われた跡が涙に汚れて汚い顔だったが、えくぼがあり、鼻の低いところ、おでこの飛び出しているところなど、何か、いすけに似ているようであったから、その胸いすけに言い、 拾って育てようと測ったところ、う、う,う、うちの中が、よ、汚れるやないか。イスケは唇を尖らし、トセがまだこう馬のことさえ喜んでいたくらいだったのだ。けれど、普段は何一つ自分を主張したことのないトセが、この時ばかりは不思議なくらいわがままだった。イスケはしぶしぶ承知した。 もっとも、伊助は自分が承知しても、長田がうんと言うはずはないと、妙なところで警部を頼りにしていたのかもしれなかった。ところが、いつもそんな嫁のわがままを通すはずのない長田が、何の弱みがあってか、強い反対もしなかった。赤子は、おみつと名付け、もう血離れする頃だったゆえ、乳母の心配もいらず、 自分の手一つで育てて四つになった夏、ちょうど黒船騒ぎの中でトセはチヨを産んだ。チヨが生まれるとお蜜はママ子だ。奉公人たちは密かに残酷めいた期待を持ったが、トセはなぜかチヨよりもお蜜の方が可愛いらしかった。ママ子の夫を持てばやはり違うのか、と奉公人たちは簡単に透かされて、 おさだの方へ目を配ると、おさだもおつにだけは邪見にするような気配はないようだった。おさだは、気分の良い時など、背中を起こしてちょぼんと座り、退屈しのぎにおつの旅を縫うてやったりしていたが、その年の暮れからはもう寝たきりで、春には医者も手を離した。そして、梅雨明けを待たずにおさだは息を引き 取ったが死ぬ前の日はさすがに小言は言わず、ただ一言、お蜜をかわいがってや、と思いがけぬしんみりした声で言って、あとぐうぐういびきをかいて眠り、あくる朝目を覚ましたときは、もう臨終だった。失踪した杉のことをついに一言も言わなかったのは、さすがに、おさの気の強さだったろうか。 おさだの寝ていた部屋は、寺田屋中で一番風通しが良かった。まるで七年薬草の匂いの赤く染み込んだその部屋の畳を新しく取り替えて、かやを釣ると、改めて寺田屋は夫婦のものだった。トセは、風呂場で水を浴びるのだった。汗かきのトセだったが、姑をはばかって、ついぞこれまでそんなことをしたことはなく、 今は誰はばからぬ気軽さに水しぶきが白い体に降りかかって夢のようであった。蚊帳へ戻ると、おみつしおの寝ている上をいすけの放ったほたるが飛び、青い日が川風を染めていた。あ、ほたる、ほたる、と、トセは十六の娘のようにじゅ中跳ね回って子供の目を覚ましたが、 やがて子供を眠らせてしまうと、いすけはおずおずと、と、と、とぜ、わい、じょ、じょうるり、なろうてもかめへんか。酒もタバコも飲まず、ただそこら中吹き回るより他に何一つ道楽のなかったいすけが、横領されやしないかとひやひやしてきた寺田屋が、はっきり自分のものになった今、初めて、 浄瑠璃を習いたいというその気持ちに、トセは胸が温まり、お習いやす、お習いやす。伊助 <noise> の浄瑠璃は、どもりの小たほどではなかったが、下手ではなかった。習い始めて一年目には、土地の天狗番付に、針の先で書いたような字で名前が出て、まもなく、 とせが女の子を産んだときは、お、お、お蜜があってお染めがなかったら、の、の、のざき村になれへんさかいに、と、子供の名をお染めにするというくらいの凝り方で、千代のことはつる千代と仙台萩で呼び、汚い汚いと言いながらも子供をかわいがった。うちのホタル狩りも、 瑠璃の文句にあるといえば連れて行くし、今がトセは幸せの絶頂かもしれなかった。しかし、それだけにまた悲しいことが近いうちに起こるのではなかろうかと、あらかじめ諦めておくのは、これは一体何としたことであろう。果たして、遅めが四つの年のことである。 とせも名を知っている彦根の上主が大老になった年の秋、西北の空に突然彗星が現れて、はじめ二三尺の長さのものが、いつか空いっぱいに伸びて、人玉の化け物のようにのたうち回ったかと思うと、地上ではコロリという疫病が流行り出して、お染めが取られてしまった。ところが悪いことは続くもので、その年の冬、 次が8年ぶりにひょっくり戻ってくると、お蜜を見るなり抱き寄せて、あ、この子や、この子や、姉さん、この子はあての子どっせ。7年前に、寺田屋の置き先へ捨て子したのは、今だからこそ白状するが、あてどしたんえという杉の言葉に、とせは驚いてお蜜を引き寄せたが、証拠はこの子の背中に、と言われると、 もうトセは弱かった。お蜜は背中にイスケと同じくらいのほくろがあり、そこから二本大人のような毛が抜いても抜いても生え、嫁入り前まで治るかとトセの心配はそれだったのだ。が、今はそんな心配どころかと顔を真っ青にして聞けば、磯吉の後を追うて大阪へ下った杉は、やがて磯吉の幸運だが、 もうその頃は、長町の貧乏長屋の家賃も払えなかった。いた方なく、磯吉は寄せでろうそくの新切りをし、杉はお茶子に雇われたが、足手まといはお密だ。寺田屋の前へ捨てれば、姉さんのことゆえ拾ってくれるだろうと思ってそうしたのだが、やっぱり育ててくれて礼を言います、と頭を下げると、杉は、 さあ、お母ちゃんと一緒に行きまひょ。お父ちゃんも今、仇で、おみつちゃんの夢ばっかり見てはるえ。あっという間におみつを連れて、寺田屋の三十国に乗ってしまった。細々とした暮らしだと頷けるほどの杉のやつれ方だったが、そんな風にシャーシャーと出ていく後ろ姿を見れば、やはり元の寺田屋の娘めいて、 女性はそんな法はないと追いついてお蜜を連れ戻す気が、ふと、遅れてしまった。頼りにした伊助も、ジョじジョょ,じょジョールリにようある話や、と、ボソンと言うだけで、あとポカンと見送っていた。おチリとアンポンタンはどうどすと、物売りが三十国へ寄っていく声をしょんぼり聞きながら、 死んだしゅうとめは、さすがに虫の知らせで、お蜜が孫であることをうすうす感づいていたのだろうかと、血のつながりの不思議さをぶつぶつつぶやきながら、とせはしばらく肩で息をしていたが、あおお蜜と、いきなり立ち上がって浜へ駆けつけたときは、もう八丁路の三十石は淀川を下っていた。しばらく佇たずんで戻ってくると、伊助は長場の火鉢をせっせと磨いていた。 物も言わずにぺたりとそのそばに座り、畳の一つところをじっと見て、やがて左手で何気なく糸くずを拾い上げたその仕草は、ふと伊助に似たが、急に振り向くと、キンキンした声で、あ、起こしやす。カゴかきが送ってきた客へのこぼれるような愛嬌は、はやいつもの都政の明るさで、方向人たちの目にはむしろはすっぱじみて、 高い笑い声も腑に落ちぬくらい、ふと、いやらしかった。まもなくトセは、およしという娘を養女にした。タルザキという京の町医者の娘だったが、タルザキの死後、路頭に迷っていたのを、世話をした人に連れられて、風呂敷包みに五号の米入れてやったとき、歳はと聞けば、はい、12とす、と、 答えた声がびっくりするほど美しかった。伊助の浄瑠璃はお蜜が去ってから急に上達し、寺田屋の二階座敷が葬儀会の会場に使われるなど、寺田屋には無事平穏な日々が流れていったが、やがて四五年すると、西国方面の老人たちが密かにこの船宿に泊まってひそびそと、 時には、あたりはばからぬ大声を出して談合し始めるようになった。自然、奉行所の宿調べも厳しくなる。昇進な伊助は気味悪く、もう浄瑠璃どころではなかったが、おまけにその客たちは、部屋や道具を汚すことを何とも思っていず、暖炉風発すると、畳の目をむしり取る癖の者も,のもいた。タバコ盆はひっくり返す、茶碗が転がる。 調子は割れる。興奮のあまり刀を振り回すこともあり、伊助の神経には耐えられるのことばかしであった。トセは、抜き身の刀など少しも怖がらず、そんな客のさっぱりした気性もむしろ微笑ましかったが、しかし、夫が嫌な顔をしているのを見れば、自然いい顔もできず、ふと迷惑めいた表情も出た。 ところがある年の初夏、80人余りの主に薩摩の侍が二階と階下とに分かれて勢ぞろいしているところへ駆けつけてきたのは、同じ薩摩余りの8人で、神父に来たらしかったが、聞かず、押し問答の末、同志打ちで7人と侍がその場で死ぬという騒ぎがあった。騒ぎが始まった途端、トセはさすがに這うようにして、 塩とおよしを連れて逃げたが、ふと聞こえた、追いごとさせという言葉が、なぜか耳について離れなかった。後で考えれば、それは薄薄タの顔に見覚えのある、有馬という侍の声らしく、乱暴者を壁に押さえつけながら、この男さえ殺せば騒ぎは静まると、追いごとさせ。 自分の背中から二人を突き刺せと叫んだこの世の最後の声だったのだ。精一杯に張り上げたその声は何か悲しい響きにトセの耳にじりじりと焼きつき、ふと思えばそれは火のついたようなあの赤子の鳴き声の一途さに似ていたのだ。その日からトセはもう 彼らのためにはどんな親切も厭わぬ35の若い母親だった。同じ伏見の船宿の水録の亭主などは少し怪しいものが泊まればすぐそ任したが、トセは、追い事させと叫んだあの声のような美しい声がありきたりの大人の口から出るものかと泊まった老人がロギンに困っていると聞けば30国の船代は取らず何かの足しにと 密かに紙に包んで渡すこともあった。追われて逃げる者には特に早船を仕立てたことはもちろんである。やがて、そんなとせを見込んで、この男をかくまってくれと、薩摩屋敷から頼まれたのは坂本龍馬だった。伊助は、有馬の時の騒ぎで、畳と言わず壁と言わず柱と言わず、 そこら中血まみれになった後の掃除に10日もかかった自分の手を、三月の間、暇さえあれば買いでぶつぶつ言っていたくらいゆえ、坂本をかくまうのには気が進まなかったが、そんなら坂本さんの追いやす間、木屋町に追いやしたらどうどすと言われると、何の弱みがあってか、もう強い反対もしなかった。今日の木屋町には、 寺田屋の寮があり、伊助はは京の師匠のもとへ通うときは、そこで一晩泊まってくる習わしだった。なお、とせは坂本のことをおもんばかって、口軽なおともしばらく木屋町の手伝いにあった。ところがある日、おとはこっそり帰ってきて言うのには、お寮班えらいことどっせ、木屋町にはちゃんと旦那藩の目かけが。 しかし、トセは顔色一つ変えず、そんなことを言いに帰ったのかと追い返した。おとみは木屋町へ帰って何と報告したのか、それから四五日すると、三十余りの色の黒い痩せた女がおずおずとやってきて、あの、こちらは寺田屋のご両人様で、あ、そうでございましたか。 とせの顔を見るなり言うのには、実は手前どもはもう3年前からこちらのご主人にお世話をしていただいておりましたが、一度ご両人様にそのことで詫びやらお礼方々ご挨拶に上がらねばと思いながらもつい、公然と出入りしようという図太とい腹できたのか、それとも本当に一言謝るつもりできたのか、それは、伊助の目かけだ とせは、えくぼを見せて、それはそれは、わがまま者のいすけが、いつもごやっかいどした。よその人とちごて、世話のかかる病のある人どす境に、あんたはんかてたいてやおへんどしたやろ。決して皮肉ではなく愛嬌のある言いぶりをして、もてなして返したが、めかけはしばらくや案して、いすけと別れてしまった。あとで思えば、 気の良さそうな女だった。トセは何かの表紙にそのことを坂本に話し、色の黒い人は気がええのんどっしゃろか、と言うと、俺も黒いぞ、と坂本は無邪気なもので、誰にも言うてもらっては困るが、俺は背中にでかいあざがあって毛が生えているので、誰の前でも肌を見せたことがない。トセは、 その話を聞いて、ふっとお蜜を思い出し、もう坂本の食事は誰にも運ばせなかった。そろそろ肥満してきたとせは、階段の上り下りが偉かったが、それでも自分の手で運び、よくよく外出しなければならぬ時は、およしの手を煩わし、女中には任さなかった。もうすっかり美しい娘になっていたおよしは、女中の代わりをさせるのではないが、 坂本さんは大切な人だからというとせの言葉を聞くまでもなく坂本の世話をしたがり、その後西国へ下った坂本がやがてまた寺田屋へふらりと顔を見せるたび、耳の付け根まで赤くして喜ぶのは誰よりもまずおよしだった。ある夜、およしは真っ青な顔で坂本の部屋から降りてきたので、どうしたのかと聞くと坂本さんに階段を聞かされたという。 二十歳にもなってと、とせは笑ったが、それから半年経った正月、奉行所の一行が坂本を襲うてきた気配を知った途端、裸のまま浴室からパッと抜け出して、無我夢中で坂本の部屋へ急を知らせた時のおよしは、もう階段に真っ青になった娘とも思えず、そして、坂本と夫婦にならねば生きておれないぐらいの恥ずかしさを忍んでいた。それは、 火のついたような、あの赤子の泣き声に似て、はっと固唾を飲むばかりの真剣さだったから、とせは一途にいじらしく、乱を伏見の薩摩屋敷に逃れた坂本が、やがておよしをめとって長崎へ下るとき、あんたはん、もしこの娘を不幸せに押しやしたらあてがわおっせ、と、ついぞない強い目でじっと坂本を見つめた。 けれども、およしと坂本を乗せた三十国の夜舟が、京橋を離れて、とまの火が足の落ち陰を縫うて下るのを見送った時のトセは、火が見えなくなると、ふと視線を落として、暗がりの中を静かに流れていく水に、はや遠い諦めを移した。果たして、あくる年の暮れ近いある夜、トセは、 坂本遭難の噂を聞いた。折から伏見には、伊勢のお札がどこからともなく舞い降って、ええー、じゃないか、ええー、じゃないか、淀川の水に流せばええじゃないか、と人々の浮かれた声が、戸外を白く走る風と共に聞こえて、と瀬は淀の水車のように繰り返す自分の不幸をかみしめた。ところが来る日には、 トセははや女中たちと一緒に、暗おくだり屋を変化、寺田屋の三十国が出ますえ、と、キンキンした声で客を呼び、それはやがて淀川に巡行性が通うて、三十国に変わるまでの儚い呼び声であったが、トセの声は命ある限りの蛍火,火のように、精一杯の明るさに、まるで燃えていた。昭和十九年、 9月。